はい、というわけでハルパブでございます。今日もね、小屋子でやっていこうと思うんですけども、今日なんですけれども、ガチャ来ましたね。昨日はね、紹介させていただいたんですよ。これじゃない。これこちらなんですけど、なんだっけ、ジープで登時ってことで、なんかこのジープさ、もはやジープじゃないじゃん。まあどう見てもね、パッと見ね。だからさ、バカ強いんじゃないかなと思うんだよね、俺ね。やっぱり最近さ、まあセダン昔は一強だったじゃないですか。なんですけど、まあその二人乗りスポーツカーっていうのが出てきて、まあそれってなぜ出てきたかっていうと、やっぱりセダン一つよりも、さらに強いセダンっぽい車を出せば、また課金が二重で取れるんじゃないかという上のね、憶測だと思うんですよ。で、さらによ、ジープの使用率が多分劇的に少ないと思うんですよね、このゲームって。というわけで、ジープを早くしちゃえよっていうことで、この車が出たんじゃないかなと思うんですよね。で、今後ジープはもうこの形です。いや、わからんけど、知らんけど、多分こういう形なんじゃねえかなと思うんだよね。俺の推測だけどね。というわけで、この車は何としてもゼガヒでも取りたいということで、今回、はい、見てください、これ。155まで来てるんですよ。あと残り、まあ、約300連ですよね。300連で計算しました。計算したところ、2万1000金券で、こちらの確定取れちゃうんですよ。まあ、2種類ですね。当時ジープか、これもしくは、まあ、ずっと狙ってるこのジェスコですよね。まあ、このどちらか来ればいいわけなんですよ。このランダムに1個ゲットって、7種類あって、7種類のうちの2個ってことで、だいたい3分の1ぐらいでしょ。うん、そんな感じなので、まあ、今回は行ったろと。もう今回やるわ、俺。うん、今回行ったるわ。なんとしても当時もしくはジェスコを当てる、このガチャやっていこうと思います。もちろんね、その差前に出ちゃえば、それでもう OK なんで、もうそれ以降は金券使いません。さあ、早速行きましょう。あ、待って、確率見出させて。うん。見たところで何もなかったわ。行きまーす、ポン。え？早くね？ちょっと待って。ちょっと待って。え？終わった？待って、行きますよ。行きますよ。行きますよ。はい。ね？うん、そういうことだよね。うん、分かってた。若干分かってた。まあ、神引きっすね。うん、10連で。まあ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 。こう、そうそう。今回は、別にも天井まで引いてもいいよっていう覚悟なんで、逆にね。おー、ニコ！待って、え、そんな早くクリアしたことある？え、待って、逆にさ、変な金車が出たら、あの先生とかなんか出ちゃったら終わるんでしょ。それでまたリセットされちゃうよね。え、ちょっと待って、それだけやめてくれる？いきます、ポン。出ました。ちょっと待って、え、これ出たんだけど。いやいやいや、ちょっと待って、ええー、終わり。ちょっと待って。ちょっとスクショ撮るわ、これ。ちょっとツイッター行きだな、これな。え、終わったんだけど。ええー、ちょっと待って、これいいの？え、俺何十連したん？30連ぐらいで、10、2本と、当時、いただきました。なんか、運全部使っちゃってない？大丈夫俺。待って、これちょっと、乗ってこっか。うん、ジープ乗りましょうか。なんかもう終わりっすね。なんか、4万円ぐらい全部、取っとこう。これ取っとこう、もうこれ。取っとこう、ハム太郎でした、これ。行きまーす。なんか気まずくなるやつやん、これ。バカ神引きしたんだけど。気まずくなるやつやん、これ。みんななんかごめんね。ほんとよ。今回、乗るつもりなかったんですよ。どうせさ、450でマックスだから449まで行って、さあ行きますよ、最後の1個。はい、いでよ、雑魚みたいな感じで行って、なんか探検家とか出てなんかさ、嘘だろって終わるのがオチじゃないですか、僕の動画ってね。天井まで引きますっていう時。30連で、まあ、40連だったかちょっと忘れちゃったけど、まあ、30連でちょっと持っとくわ。うん。30連で12本と車1台。どうなんこれ。しかも当時ね、新車ね、出づらいと言われてるこの、あれなんよね、どの道さ、金積まなきゃいけないんですよ。豪華限定版あるじゃん、今回。なんだっけ、ネクストジェネレーション？なんだっけあれ。エグザイルだっけ、なんだっけ、ネクストジェネレーション、なんだっけ、エグザイル？うん、エグザイルを取らなくちゃいけないから、どうせね、課金しなきゃいけなかったんで、まあ今回もね、天井までやろうかなと思ったんですけど、どういうことよ、これ。今回車乗りたいから、この辺で降りましょうか、一旦ね。うん、降りちゃう。ほんと。ジープちゃんどこですか？もう所定で死ぬとかやめてる、ほんとに。あーねえな。後ろ？後ろジープじゃないあれ。何？後ろ、バイクっぽいな。ねえな、んで。人いない？ちょっと見えない見えない。おい！なんだ？引っこ抜かれて、あなただけについてゆく。え？今日も。ダメージ。痛い！なんなんこれ。どうしてここでダメージ受けんの？多分このマップ上で一番なんか真っ先にダメージ受けたの俺じゃね？
何これ、どうした、え、今なんかおかおい、公約ホロ大丈夫か、おい。なんかおかしくなんだから、のけぞってなかった今。イナバウアー言うてさ、なんかやってなかった今。一人イナバウアー状態。いやいや、イナバウアーどの道一人だ。さあ、ちょっとね、バイクでも乗って、ふらふらしましょうか。探すとねんだよな、まだな。これ始まったよ。あーっと、目の前にそびえ立つのは、あれがジープというあれじゃないのか、あれがあれ、待って、いるぞ。いるぞ、ここ。いるぞ、ここ。待って、いるいるよ、危ねえ、クソが割った、え、まだいいんだけど、足りんの、え、こいつ何殺す前にどうですかこいつ、よし、じゃあとりあえずジープ乗ります、行きます、よいしょ、これが当時だ、行きます、これなんだろうね、はい、クラクションこんな感じ、なんかね、あの音の外れたなんかハーモニカみたいな、敵いるな、そんで98、あ、でも今んところライトンとかその辺93とかだっけ、まあ、敵いるからちょっと待って敵が普通にいるからさ、2人乗りスポーツカーとかなかったからそこに、まあ普通の今までのジープよりは強いかなっていう感じは、あ、そうだ、あのこれ当時1だったよね、アップグレードできるんじゃね、これ、そうだそうだ、坂道で100出るのか、100出ますね坂道で、ジープはとしてはもう過去最強なのかな、ジープとしては強いかな、うん、今後でもこんな感じでジープもね変わってくるのかな、だんだんでさ、なんかそのまあ取らなくちゃいけない絶対的に優位になる車の一つとしてジープがね名乗りを上げる、これがね対象じゃねえかなとは思うんですよね、どうなんでしょうね、今後ねこのジープ界がすごい大幅に変わる幕開けなんじゃないか、これが皮切りにと、まあ、スピードに関してはセダンとか2人乗りスポーツカーに比べると若干まあ劣る感じはもちろんあるんですけど、まあ普通のジープを使うよりも圧倒的にまあ速いというか、まあそんな感じはありますよね、ライトンとかで93、ジープでさ速いのってさ93キロぐらいになった、だってジープどっか落っこってねえかな、もうガソリンねえんだけど、おお、ジープ強い、おー最強やん、あ、いやー、ちょ、ガソリンないからセダン乗るか、しょうがないからセダン乗ります、はい、しょうがない、ガソリンがないからね、セダン乗ってちょっと勝とうかなって欲出して負けんのが一番恥ずかしいから、それだけは理解してるんで、これで負けたらもう相当恥ずかしい、俺ジープ怒ってねえからワンチャンワンチャン、おっとージープ来たー、これ乗りましょ う、 もうこんなね永遠なんてもういらない、ジープ今日はジープ、ウェー、遅いぜ遅いけどな若干、まあでもね今までのジープよりは革命的に速くなってんじゃないかっていうね、乗った人しかわからないこの体感値、うん何言ってんだ俺、待って、うわ惜しい、何これ何回も喋ったけどカエルさんみたいな声がしたけど、今バン、オッケー、どうしたどうした、落ちたか、後ろいるぞ、来た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 、向こう行ったっしょ、これなんかさっきこの車終わった気がするんだけどな、気のせいかな、あ、来るな来るな、来た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 、はいこんにちは、いらっしゃい、おいやんのか、おい 1v1 でお前車2回も割られてさ、どんな気持ちね、どんな気持ちなん今でさ、打ち負けちゃってさ、俺に打ち負けたらすごい恥ずかしいんじゃないの、大丈夫やんのそれでも、どこにいんのこの下か下か、これいた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 、オッケー、お疲れ、怖え、ほんとに怖え、これ投げ物欲しいね、投げ物もらいましょう、やばいやばい、来ちゃった来ちゃった、アンチ来たアンチ来た、投げ物で勝とうぜ今回、なんか目の前いるぞ、なんか撃ってる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 、ドドスコドンドドスコドン、あれ、あと一人、うわ来た来た、近い、おぶね、はいバイバーイ車盗まれてどんな気持ち、痛い、こっから投げ物が発動すると、はい投げ物パラダイス、え、投げ物パラダイスへようこそ、はい、あなたのためにグレネードをたくさんご用意させていただきました、どうですかこれ、はい、ありがとうございますはい、というわけで、ちょっとごめんな。グレネードバンバン投げちゃってごめんな。はい、ちょっとね、一回ね、チンピ勝負見に行きましょうか。いや、マジでちょっと今回つきまくってんな。あ、これか。ダッサ。絶対しないよね、これね。今ね、金チケがね、確か1枚しかなかったんだよな。今、金チケ、そうなんだ。1枚しかないから、ちょっと。
とね、ここで使うの思ったら4周年が来るから、まあそっちでね、まあ金地系を使っていきたいなと思うので、今回はこれはやりません。なんかマセラティみたいになっちゃうしね。うん。というわけで、オチがねえなぁ。俺に任しとけ、ハルパパに任しとけ。文句があるなら、俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕からばって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, Hologlights ステージも淡い中